はい、こんにちは、おーちゃんです。ご視聴していただきありがとうございます。僕のチャンネルでは1970年代に東京は原宿においてバイクチームとして設立され、そのいでたちのかっこよさから当時群雄割拠していた暴走族とは一線を画し、あっという間に若者のハートをつかんで時代の寵児へと上り詰めることになるクールスについて、メンバーの一人一人に起きた出来事などを取り上げ動画としてご紹介しております。今回お届けするのは、クールスではサブリーダーとしてメンバーからの絶大な信頼を受けていた岩城浩一さんの動画となります。この動画を見ることで、岩城浩一さんと松田優作さん、そして志賀勝さんとの関係が分かるようになるはずなので、最後まで見ていただければなと思います。志賀勝さんといえば、2020年4月3日78歳でお亡くなりになりました。任侠者にはうってつけのあの小面の顔出しで、ピラニア軍団でも群を抜いてその迫力がある演技は定評がありました。数ある出演の中で僕が志賀勝さんを意識したのは、やはり仁義なき戦いシリーズではなかったでしょうか。世間で志賀勝さんが見慣れた顔になったのは、1977年の全略おふくろ様の2シーズン目にレギュラー出演をしてからだと思います。萩原健一、証券との絡みが絶妙で人気を博したのを覚えています。また1979年に封切りになった東映映画俺たちに墓はないでが、松田優作さんと岩城浩一さんの向こうを張る準主役的な役で人気を博した志賀勝さんという印象が強いですね。松田優作さんは1976年に暴行事件を起こしたのですが、幸いというか運がいいというか、あまりマスコミに叩かれることなく、その後の芸能活動には支障がなかったようです。当時覚えているのは、何しろ太陽に吠えろでの刑事役の松田優作さんの印象がありますね。当時の松田優作さんといえば、東映映画暴力教室、角川映画の人間の証明、そして東映の最も危険な遊戯殺人遊戯と次々とヒットを連発したのでした。そんな松田優作さんをテレビ業界が放っておくわけがなく、大都会パート2にレギュラー出演とさらなる活躍をするのでした。一方、岩城浩一さんも主演の東映の暴走族シリーズ4本の後、角川映画の人間の証明で松田優作さんと共演し、テレビ全略おふくろ様の2シーズン目の最終話に出演するなど活躍を見せていました。しかし1977年に覚醒剤と銃刀法違反で逮捕されてしまい、これで岩城浩一の芸能人生も終わりと思われましたが、松田優作さんの援助で執行猶予明けの5ヶ月後、俺たちに墓はないが復帰作となり、また安藤信さんの援助の末、生涯忘れることのできないテレビドラマ北の国からの出演になったのでした。そんなわけで、この3人の中で一番怖い顔をしている志賀勝さんだけが逮捕歴がないという、真実はきなりという現象が起きてしまったのでした。当時の日本は平和だなあっていう一幕がありました。それは俺たちに墓はないの中のセリフで、松田優作さんが武田香織さんを突き飛ばすと、岩城浩一さんが
暴力はまずいよ、サスに垂れ込まれるかもしれないよ、と松田優作さんの事件を茶化すシーンがありました。また岩城浩一さんが武田香織さんをシャブ漬けにして2階に放り込んどいたよと言うと、松田優作さんがお前まだシャブやってんのか、執行猶予中だろう今、と逆に岩城浩一さんの事件を茶化していました。僕はオンタイムでこの映画を見ていたのですが、こらえきれずに大笑いしたことを覚えています。映画館の中では僕だけではなく見ていた人がみんな大笑いをしていました。当時だからこんな映画が許されたのでしょうね。今では不謹慎とバッシングの嵐でしょう。当時の松田優作さんの起こした事件と岩城浩一さんの起こした事件を知っていたからこそ笑えたシーンですが、今となっては面白くも何ともないと思いますが、岩城浩一さんはこの映画では2枚目キャラではなく3枚目キャラになっていましたかね。暴走族シリーズでは不良だけど2枚目キャラを演じていた岩城浩一さんでしたが、この映画から気取ることもなく3枚目が演じられるような俳優さんになったと思います。俺たちに墓はないで共演した志賀マサルさんと増田優作さん、そして岩城浩一さんですが、俺たちに墓はないと言いながら増田優作さんと志賀マサルさんはお墓に入ってしまい、俺たちに墓はあった状態になってしまいました。残るは岩城浩一さんだけですが、岩城浩一さんは70歳になりましたがまだまだお元気で、昔覚醒剤で警察のお世話になったことがあるようには、なぜなら今でも仮に覚醒剤を岩城浩一さんがやっていたとすれば、骨までしゃぶるということからしゃぶという覚醒剤ですから、体のどこかがやられているはずですから。しかし現在の岩城浩一さんは全くの健康そのもの、今後の活躍も含めて元気で長く芸能界で活躍をしてもらいたいものですね。ということで今回は俺たちに墓はないの共演者岩城浩一さん、松田優作さん、そして志賀マサルさんの関係についてお届けしました。この動画が良いと思われたなら、いいねボタンやコメントをいただくと今後の励みになります。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。おーちゃんでした。ではまた。バイバイ。